今夜の決戦はここ有明コロシアム、日本唯一の世界チャンピオン畠山貴教が初防衛戦に挑みます。必ずやって、両国国歌の吹奏です。ただいまより WBA 世界スーパーフェザー級タイトルマッチ12回戦を行います。赤コーナー WBA 世界スーパーフェザー級チャンピオン130パウンド横浜光ジム所属畠山貴教。今こそ真の強さを示すとき、王者の力を見せるとき、たぐいまれな素質にはさらに磨きがかかりまして、日本ただ一人の世界チャンピオン、新たなスタートです。青コーナー挑戦者 WBA 世界スーパーフェザー級14位129パウンド2分の1メキシコソウル・デュラン。30戦27勝3敗22のナックアウト、一発必殺の威力を秘めました右のストレートは世界のトップクラス、パワーヒッターソウル・デュランが紹介されています。そして試合前のレフリーの注意です。レフリーはオーストラリアのドレック・ミルハン。さあ、日本ただ一人の世界チャンピオン畠山貴教の WBA 世界スーパーフェザー級タイトルマッチ初の防衛戦、まもなく始まります。緊張の一瞬です。今日も解説はおなじみの白井義雄さんと具志堅用高さんです。お二方、今日もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。この人が新しいチャンピオン、日本ただ一人のチャンピオンの畠山貴教です。チャレンジャーは WBA 世界スーパーフェザー級14位メキシコのソウル・デュラン。ゴンが鳴りました。白いチャンピオンカラーのトランクスが日本の畠山、黄色いサイドライン、黒い地のトランクスが右のボクサーファイター、右のストレートが非常に強いソウル・デュランです。平井さん、この両者は減量に苦しんだという情報がだいぶ飛びましたけれども、今日こうしてリングに上がった体をご覧になりましていかがですか。いや、今こうやって見ますとね、両者見てですね、よく仕上げたとこういうふうに思いますね。そうですね、非常に贅肉を取ってですね、もう素晴らしい肉体ですね。今晩の体重はチャンピオンがリミットギリギリいっぱいの130パウンド 58.9 キロ、体脂肪率がなんと畠山は 10.4、 これは驚きます。ソウル・デュランは129パウンド2分の1 58.7 キロです。今日のレフリーはオーストラリアのドレック・ミラー、ジャッジ3人でアメリカのルース・タバット、フィリピンのフェルディナンド・エステラ、そしてパナマのグスタボ・パディリアです。3人がジャッジします。レフリーはジャッジはしません。右のストレート多く流れました。具志堅さんも初めての防衛戦は13回もタイトルを防衛してるんですが、はい、大変緊張したという話を聞いたことがあります。やっぱり初防衛戦はですね、勝たなくちゃいけんっていう精神的な面とですね、はい、試合前の緊張感ですか、本当にもうリング上がるまではもうやりたくないという気持ちですね。具志堅さんはそれまで一度もダウンをしたことがなかったんですが、初防衛戦のハイメリオス戦は確かあれダウンをもらった記憶がありますが、ハイラウンドですね、2ラウンドぐらいですか、はい、だけどやっぱり効いたパンチじゃないですね、やっぱり緊張の中でのダウンですから、やっぱり目が覚めましたね。はい、白井さん、両者の動きはいいしパンチもなかなか切れてますね。いいですよ、スピードがあってね、実に切れるパンチってますかね。試合開始1時間前、つまり今日は生中継でお送りしておりますが、7時ちょっと過ぎに畠山のところを訪れたんですが、いや本当に今日は体が軽いですよ、体が切れていますよとチャンピオンは言っていました。しかしそういう時こそ慎重にならなければいけませんねと畠山は言っておりました。右のストレートが非常に強い両選手、そして左フックが強いというのも両者の共通点。しかし白井さん、世界の14位なんですけども、この人は侮れませんね、デュラン。14位なんてのはちょっと考えられないですね、これはもうちょっと油断できないですよ。はい、
この試合のルールですが、3ナックダウン制、スタンディングダウンは取りません。採点はジャッジ3人ということはお伝えしましたが、10ポイントのマストシステム、なるべく両者の差をつけるように、これが奨励されています。グローブは弦のいい、ナックルパートが非常に薄い、チャンピオン大好きなメキシコ製の8オンス。偶然のバッティングによります試合続行不可能の場合は、4ラウンドまではドローで、それ以降は採点の高い方が勝つということになっております。さあ第1ラウンド、もうほとんど時間はありません。ここで第1ラウンドが終わっております。実況生中継でご覧のように有明コロシアムからお送りしております。白井さん、第1ラウンドは両者の動きが非常に良かったですね。いいですね、両者ともね、はい、非常にスピーディーに打ったしね、いいですね。それでは放送席をご紹介しましょう。私のお隣は日本人初めての世界チャンピオンの白井義雄さんです。そしてそのお隣は冠鷲具志堅用高、13回の世界タイトル防衛の記録をお持ちです。第1ラウンドはほとんど互角の第2ラウンド、左のフックダブル、非常にテクニックも本場のメキシコあるいはアメリカで揉まれております。ソウルではいいものがあります。具志堅さんの第1ラウンドの印象はどんなものがありました？畠山がね、いいスタート切ってると思いますね、はい。でやっぱり3発ぐらいヒットがありましたね、私は畠山にポイントつけましたけど。あ、そうですか、はい、私もそうなんです。あ、なるほど、はい、クリーンヒットが多かったということになりますね。そういうことですね、はい、石川さん、はい、どうぞ。その辺はチャンピオンサイドも手応えを感じてまして、今までその予想していた以外のデュランが見えているということはなさそうですね。おお、なるほど、はい、はい、それと畠山に対してはやっぱり小さく小さくと、パンチを小さく細かくいけというアドバイスは送られています。はい、今日のリポーターは TBS の竹方アナウンサーと土井アナウンサーです。右側がチャンピオン、大丈夫だよ。左側が挑戦者です。チャンピオンは23戦22勝無敗、1つの引き分け、17のナックアウト勝ち。チャレンジャーは30戦27勝3敗、22のナックアウトのうちなんと8割が右のストレートというパワーヒッターです。しかし皆さん、今日は両者のストレートがよく伸びます ね。そうですね、ストレートはね、2人ともいいですね。いいですね、はい、ああいうあれはね、ちょっと目が離せませんね。今はほとんどモーションのない右のストレートを打ちました。このソルディラン、おー、右フック、うん、ロングフック入りました、ね、チャンピオンの右フック、チャンピオンの右、ショートパッチで打ったのはいいですね。いいですね。具志堅さん、はい、試合直前にチャンピオンが言っていたように、今日はなかなかパンチ切れてますね。そうですね、よくパンチが見えてるんじゃないですか。あ、なるほど、はい、最近になくいい仕上がりができたと畠山は言っております。しかし世界戦は最初から終わりまで気を抜いちゃいけませんね。そうですね、ボクシングのスポーツは。そうですね、はい、過去2回、あ、左のストレート、左のストレート、具志堅さんが失敗したらこれです。いいタイミングで左のストレートが入りまして、プロ生活2度目のダウンを喫しました。うわー、見事なタイミングの左のストレートでした。右が強い強いという振り込みだったんですが、左のストレートでダウン。しかし白井さん、わずかな救いはこれがタイミングのパンチだったということですね。だからね、あんまり効いてないと思うんですね。はい、はい、ストーンと落ちましたね。落ちましたね、タイミングは良かったんでしょうね。見事な尻餅でした。さあ、今度はチャンピオンがニュートラルコーナーに追っかけていきます。場内のお客さんがシーンとするようなダウンスイングがありました第2ラウンド。しかし畠山の動きを見る限り、それほど大きなダメージはありません。第2ラウンド、あと10秒ほどで終わろうというところです。東京の有明から実況生中継でお送りしております。 WBA 世界スーパーフェザー級タイトルマッチの12回戦第2ラウンドが終わっています。これはショックですよ。そうですか、本人もそうだろうしね。はい、冠鷲具志堅用高さんが初めての防衛戦に第2ラウンドダウンをしたという話が先ほど出ましたが、この新しいチャンピオンも第2ラウンド、ご覧の左のストレートダウンを奪われました。具志堅さん、いかがですか？今入っていく、ところはタイミングよくね、もらったんですよ、はい、だけどこれから目が覚めると思いますよ。うんと、でもね、ある意味ではね、油断のね、ダウンですよ。あ、油断のね、ちょっとね、油断したところね、気を抜いたところパッと打たれたんですね。白井さん、お相撲の世界でも横綱が初めての場所はよく取りこぼしをしますからね、よくあるんですよね、さあ第3ラウンドどういうことになるんでしょうか。世界チャンピオンと世界14位、まあ第三者的な見方で見ればこれで
むしろ面白くなった、そういう見方ができるかもしれません。この後のラウンド、このハードパンチャー目を離すことができません。しかし先ほどのね、はい、あのジュランの右のショートストレートね、はい、非常にシャープでしたね。そうですね、シャーッといったんですね。はい、リポーターどちらか呼びましたか、ね、石川さん、はい、ジュランサイドですが、はい、静まり返った場内とは逆にダウンを奪った時には大きな歓声を上げました青コーナーです。でしょうね。ダウンを奪った後は左を出してから右を出せ、そして接近したらレバー打てと至ってシンプルな指示を出しています。そうですか、石川さん。はい、タッカスさん、逆にチャンピオンサイドなんですが、ちょっとやっぱりキョトンとした表情は見せましたねというふうに見てますね。なるほど。だからダメージは全然ありません、でも逆にびっくりしたんでしょうという話でした。あ、レバー打ってきます。デュランは本当に素直なボクサーだとセコンド陣は話しております。非常に陽気で明るい、いかにもメキシカンらしいこのチャレンジャーのソウル・デュラン。普段はメキシコのワレスにおりまして、試合が決まりますとロサンゼルスに出てまいりましてトレーニングを積みます。肩から入ってきました。これがこの試合の作戦の一つ。チャンピオン畠山、肩で入っていきます。そしてロープにおっと追い込んだんですが、ライダッパーの打ち合い、両者のライトアッパーの激しい打ち合いがありました。ニュータルコーナー、レフリーが中に割って入りまして、ホールドの注意、ホールドの注意は2回目ソウル・デュラン。白いトランクスのチャンピオンが追っていきます。第3ラウンド、まもなく2分を経過しようというところです。両者の表情は試合開始前とほとんど変わっておりませんが、右のロングから左のボリーブロー、その後は左のストレートをダブル。白井さん、このソウル・デュランパンチもなかなか多彩ですね。なかなか多彩ですね、もういろんなところ打ちますね。それもね、さっき言ったようにね、非常にね鋭いんですよね、はい、シャープですよ。今度は左のボディーブローを持っていきました。ストレート、油断できませんね。急所の溝落ちのあたりにストレートを持っていきます。その後は左のダブルライトアッパーチャンピオン、これはいい。しかし左の奥がダッキングでかわしております。ワン・ツー、チャレンジャーのワン・ツー・スリー、連打が出ました。また今度はニュータルのビーストレート、チャンピオンの右のストレートクリーンヒット、いいですよ。今のショートのストレート、ショートストレート綺麗にヒットしました。これはポイントになるパンチになるかもしれません。時間がないよというリュウ・ワリュウトレーナーの声が聞こえました。まあチャンピオンもね、1回目はね先にダウンしたけど、だんだんとね今あのウェイクアップしましたね。左フック、左フックいいですよ。畠山の左のロングフック入りました。ライトアッパーもう1回入った。右のアッパー、右のアッパーというリュウ・ワリュウトレーナーの声が聞こえたかのように、ライトアッパー綺麗に入ります。チャンピオンです。このラウンドはダウンを取られた後のダウンドということでありますが、わずかに畠山優勢といった感じがいたします。ご紹介しています。今年23歳、青森県の青森の出身です。山田高校を中退しましたが、その山田高校から今日は青森バスを連ねまして、150近い人たちが応援に駆けつけています。お父さんも今朝の飛行機で青森から飛んでまいりました。左のストレートチャレンジャー、左のロングフックは軽くアウトステップでかわされました。チャンピオン石川さん、はい、あの畠山はね、あの前回の試合と比べて硬いね。硬いですか。うん、やっぱこれ初防衛のなんかプレッシャーがありますよね。今マウスピースがと言いましたけども、チャンピオンのマウスピースでしょうか。前回もマウスピース3回4回飛んでおりますが、チャレンジャーの方ですか、ソウル出たんですか。ソウルですね。だとしたらチャンピオンから攻めたいところですね。あ、そうじゃ石川さん、はい、青コーナーにレフリーは投げたんですが、はい、赤コーナー畠山のマウスピースのようですなるほど、はい、今あのそうですね、リザーブのやつを出しました。はい、前回は3回4回とこのマウスピースが飛びました。今回も飛ばないように新しいマウスピースを作ったんですが、また飛びました。リングの中央です。パンチの応酬、チャンピオンがニュートラルコーナーに片手持っていきます。左のストレートをダブルでついてきました。その後は3発4発左のストレートがよく伸びます。もう1回、平井さん、この左のストレートは世界を制すということをよく言いますからね。いや、これは本当に左がね大事なんですよね。今日の相手はメキシカンです。具志堅さん、はい、メキシコの選手というのは独特のリズムがあってやりにくいということをよく言いますね。そうですね、やっぱり左の使うのがうまいのと、やっぱり体が柔らかいですよね、はい、思ったより。それとあのロープギアの魔術師ジョー・メデルで代表されるように、ロープギアのボクシングが非常にうまいのがこのメキシコの選手の特徴です。ショートレンジの打ち合いです。
まあ、畠山はね、大振りしないことですね。はい、大振りするとこをカウンター食っちゃうんですよね。右のストレートから入りました。これがこの人の必殺のストレート。あ、右のストレート怖いですよ。ライトアッパー入りました。挑戦者、それは左ノックダブルで持っていきましたが、これは脱臼でかわしています。チャンピオンです。リングの中央に戻ります。白いトランクスのチャンピオンの畠山が追っていこうというところ。畠山は第2ラウンド不覚のダウンがありました。ソウル・デュランもプロに入ってからは中野智樹が1回やるのが、これはスタンディングでカウントアウトされておりまして、ダウンは左のフックをもらった1回だけです。右のストレート、あの右怖いですね。挑戦者の右のストレート、はい、さあチャンピオンがロープに追い詰めた。チャンピオンがロープに追い詰めようというところ、クリーンファイターのソウル・デュランですが、クリーンって逃げようというところですが、チャンピオンがやっていきます。チャンピオンが追っていきます。ホールドの注意、また与えられました。挑戦者のソウル・デュラン、あ、右のストレート、これが怖い。この右のストレートが怖いんです。ボディーブロー、これがいい。左右のボディーブロー、左ブローギリギリのところ、チャンピオンの左右のボディーブローが入りました。フックの打ち合い、一発一発に具志堅さん、非常に力がありますね。そうですね、もともとあのライトの体ですよね、あの挑戦者は。そうです、かなりやっぱり上半身は大きいですね。かつて世界ライト級の王座に挑戦したことがあります。97年の7月、WBC の世界ライト級タイトルマッチも経験しております挑戦者のソウル・デュラン。これはちょっとね、今日のこの試合はね、接戦になるんじゃないですかね。そうですね、はい、あ、右のストレート怖い。リング中央、右のストレートを食いました。チャンピオン両足を揃えて、チャンピオンが出ていったところで、このラウンド終了のゴンが鳴っております。チワワのワレス出身もこの挑戦者ソウル・デュランです。チーフセコンドはルディ・ヘムナンです。世界チャンピオンを3人作っております。かつてのこのクラスの WBA の世界チャンピオンのヘナロ・ヘムナンですの実刑が今日のチーフセコンドです。ご覧のソウル・デュラン、国には23歳の奥さんと3歳の坊やが待っていまして、お金をたくさん買って持ち帰ってメキシコで家を建てたいんだとソウル・デュランは言っております。ボディーブローの打ち合いです。右のフック、ショートレンジからの右のフックの打ち合い、過去2回の世界タイトル、あ、ローブロー、ローブローチャンピオンが痛そう。過去2回は揉み合いのボクシング、今回は自分の力を証明する試合、今回は自分の望むところの打ち合いに持っていきたいんだとチャンピオンは言っております。左のフック、その後はライトアッパーのような格好からレフトアッパーを打っていきました。挑戦者のソウル・デュランです。あ、右のストレート、ちょっと体勢が崩れたところ、右のストレートを食います。チャンピオンの畠山貴教、しかしあの中途半端な距離は怖いですね。そうですね、やはり私はあの接近した時があの畠チャンピオンは有利と思うんですよ。そうですね、今の右も怖いですよ。長い距離、中間距離からのストレートというのは非常に怖い。挑戦者のソウル・デュラン、左のストレート、白井さん、ちょっと距離が離れますと左のストレートもよく伸びてきますからね。そうですね、それとね、ことに言うと、さっきから何回も言うようにね、この挑戦者の右のストレート怖いですよ、だから畠山がね、左のガードをね、必要以上に下げちゃいけませんね。リーチでは挑戦者の方が7センチ長いという今日の両者の体格です。身長では畠山が1センチ上回っているんですが、リーチは7センチ、挑戦者が上回っております。まあ、リーチの差はそれほど大したことはないという声を聞くんですけども、今日の場合はこの距離が挑戦者の得意な距離だけに非常に怖いという白井義雄さん。石川さん、はい、青コーナーも今放送席でお話があったように距離感を特に大事にしろという話をしています。そうでしょうね、左を出して距離を取れ、離れろと、こういう指示を出しています。なるほど、左のリードブローで距離を測るような感じで、その後右のストレートが飛び出してまいります。挑戦者のソウル・デュラン、ソウル・デュランが黄色と黒いトランクス、この人がチャンピオンの畠山貴教。石川さん、はい、逆にチャンピオンサイドはその左に対して右を合わせていけという指示ですね。クロスね、はい、ニュートラルコーナーからライトアッパーチャンピオン、その後挑戦者は左のアッパー、ライトのアッパーカットをボディーブローへ、そして左のボディーブロー、チャンピオンです。アナナギは左のボディーブローがきれいにクリーンヒットしました。チャンピオン、その後は挑戦者が左をトリプルで持っていきました。この左がよく伸びます。右のストレート、あ、土井アナウンサーからリポートにあったように左のストレートで距離を測って右のストレートが飛び出してまいります。今晩の挑戦者のソウル・デュラン、これまで私はソウル・デュランのテープを5試合分ぐらい見ておりますけれども、これほど左のストレートが伸びた試合というのはそうそうありませんでした。それからボディーブローもよく出ます。
試合の出来不出来が非常に激しい。いい時は素晴らしいボクシングをするソウルグランなんですが、今日は出来はなかなかいい。普段はスパーリングは20ラウンドから30ラウンド、この試合に備えて170ラウンドのスパーリングを消化しているというソウルグラン、非常に好調です。ここで両者の体格を比較してみたいと思うんですが、白井さん、身長でですね、畠山は前回よりも1センチ近く伸びてるんですね。伸びてるんですね。リーチも 3.5 センチ伸びてまして、胸囲は2センチまた伸びてます。なるほど、まだまだ成長途上ですね。ああ、なるほど。右側がチャンピオン、左側が挑戦者のメキシコのソウルデュラン、実況生中継でお送りしております。左のフックダブルで持っていきました挑戦者のソウルデュラン。チャンピオンは頭から入っていきます。まあ何回もようにね、このソウルジュランのね、右のストレートね、これは絶対にね、気をつけなきゃいけませんね。そうですね。一方畠山はこのストレートを食わないためには、具志堅さん、はい、どういう策が必要ですか。やっぱり入らないで中にね、中に入る、はい、畠山は言います。自分は中学校時代野球部、右投げ左打ちだった、つまり左は僕は自信があるんです、左の反射神経というのは非常に自信がある、ですからあの右のストレートは食わない自信はあるということを言っているんですが、今日は第2ラウンド左のストレートを受けましてダウンをしております。チャンピオンの今日初の防衛戦を迎えております、日本の畠山貴教です。やっぱり最初のね、防衛戦というのは固くなるんです ねそこを疲れちゃったんですね。おっしゃる通りです。そして具志堅さん、はい、メキシコのボクサーというのは怖いですよね。そうですね。具志堅さんが最後ベルトを奪取されたのもメキシコのボクサーでした。赤コーナーにチャンピオンが追い詰めてはいるんですが、左のフック、ちょっと顔面が伸び伸びました。挑戦者のソウルデュラン、さあチャンピオンが攻めていきます。場内が沸きます。場内、この試合に初めて大きな声援が湧き上がりました。回れ回れというリュウ・マリルトレーナーの声です。回れ回れ、右のフック、チャンピオンの右のフックです。半分回れ、挑戦者の体がちょっと黒字になりました。右や右、画面右側が挑戦者、左側がチャンピオンです。畠山が追っていきます。ここで引き付いた時にやっぱりスピードを生かしてほしいですね。右左や連打ですね、連打、はい、はい、右左や右左や。30秒間に練習では120発のパンチが出ることがあります。チャンピオンの畠山、つまり1秒間に4発では、おっと、ちょっと挑戦者がバランスを崩した、挑戦者がバランスを崩しました。さあチャンスだ、しかしこれはホールド、完全にホールド、挑戦者が抱えてしまいました。それだけ今のパンチは効いているということの何よりの証明でしょう。左のストレートから入っていきましたチャンピオン、さあダブルブロー、チャンピオンが攻める、チャンピオンが攻めようというところ、場内が再び大歓声に包まれています。有明コロシアム、ちょっと挑戦者が苦しそうな場面があったんですが、両者はまたリングのほとんど中央に戻ります。チャンピオンの左の服が大きく空を切った。第6ラウンド残り時間は30秒、ライトアッパー、その後は左のアッパーカットです。挑戦者ライトアッパー、フィルの服、右の服が入りました。チャンピオンの右の服がクリーンヒット、うまく体を入れ替えまして逆になりました。画面背中がチャンピオン、向こう側が挑戦者です。ボディーブローの試合、右の服、ショートレッグの打ち合い、やはりショートレッグではチャンピオンの方が1枚も2枚も上です。これはいい、いいパンチが入っています。白井さん、やっぱりこの距離ですよ、はい、接近してね、連打するのがいいですね、チャンピオンは。左右の服を挑戦者が振るったところで第6ラウンドが終わりました。試合の半分を終了です。第6ラウンド終盤、ニュートラルコーナー、このライトアッパーからいいコンビネーションブローの攻撃を見せましたチャンピオンです。白井さんの採点でも第6ラウンドは10対9、前半が終わったところなんですが、はい、今ほとんど互角、わずかに、ワンポイント畠山ですね、畠山がリード。具志堅さんの採点では今のところどうなってますか。はい、はい、私も1ポイントですね、やっぱり畠山がワンポイントリード、はい、はい、リードしてます。まあ、2回目のねナックダウンね、これを取り返したんですね。そうですね、はい、まあいずれにしましてもチャンピオンと世界14位なんですけれども、まだまだこの試合の奇数は分かりません。本当ですね、僕もさっき言ったようにね、14位に見えないって言ったけど、その通りですね。そうですね、やっぱり怖い挑戦者ですよ。 WBA は去年の6月から15位までの選手がロジカルコンテンダー、つまり有資格挑戦者ということになるんですが、このもう世界のランキングというのは本当に紙一重、1位も15位もそれほど大きな差はありません。いやーね、分かんないですよね。ニュートラルコーナーにチャンピオンが追い込んで右のフック、それとライトの、ジョンションとタイトルマッチしてますよね。そうです、そうです、ライト級で WBC のですか、97年です、はい、
だからやっぱり実績、力ありますね。そうですね、力あるんだ。あの試合がラスベガスのシーザースパレスでした。リリーフチャンピオン、右のストレート、さあ、ちょっと高いだ、フラッグが入りました。赤コーナーに完全に挑戦者を追い込んだボディーブロー、チャンピオンが攻め込んでいきます。ライトアッパー入りました。右のフックを持っていきました。チャンピオンボディーワークでこれをしのごうという挑戦者ですが、動くことができません。ロープを伝って逃げることができません。挑戦者のデュラン、ライトアッパー2人のボディーブロー、一方的に打たれておりました挑戦者のデュランですが、この後どういう反撃があるんでしょうか。体が入れ替わりました。右のロングフック、しかしあのパンチを打たれた後、白井さん、はい、右のロングフックなんか見ますと、もう挑戦者ちょっとスピードがなくなりましたね。ちょっとなくなりましたね、今のあの畠山の攻撃は良かったですね。具志堅さん、はい、挑戦者のダメージをどのようにご覧になってますか。あのですね、ボディが効いてると思います。はい、はい、だからこれ私は徹底してボディ攻撃がいいじゃないかなと思いますね。今も具志堅さんのお話の途中、そのボディ攻撃を見せましたチャンピオンの畠山。逆に今度は挑戦者が左のストレートから入っていきました。あそこにクロスを打ちたかった。ライトアッパー入りました。挑戦者のライトアッパー、さあロープに相手を押し込んでライトアッパー、チャンピオンのライトアッパーがクリーンヒットしております。右側が畠山、左側が挑戦者のソウル・デュラン。まあこの回はね、あのチャンピオンが打ち勝ってますね。はい、はるかに。試合は後半に入っておりまして、第7ラウンドの2分26秒を経過したところ、右のフック、チャンピオンが右のフック、右のアッパーをボディにと、リュウ・ワリュウトレーナーが声を飛ばします。右のフック、上下の打ち明けが欲しいチャンピオンですが、ライトアッパー入りました。しかし逆に右のフックも食っています。平井さん、ソウル・デュランは打たれ強いですね。なかなか頑張ってですね、接近戦もかなりうまいですね。本人もこの試合、畠山と同じように最高の仕上がりですと試合前に言っております。ライトアッパー挑戦者、チャンピオンもこれにこうするようにライトアッパーを打ちました。右のフックをチャンピオンが打ったところで、第7ラウンドが終わっております。7ラウンドの前半、チャンピオンの右のフックからの猛攻を振り返っていただいております。去年の暮れ、飯田聡が世界の頂点から落ち、辰吉丈一郎がキャンバスに沈んで、あっという間に日本ボクシング界の世界チャンピオンは、このニューヒーロー畠山貴教ただ一人となりました。その畠山の初のタイトル防衛戦を有明コロシアムから実況生中継でお送りしております。レフトのアッパーから入りました挑戦者のソウル・デュラン。おお、なかなか動きはいい挑戦者のソウル・デュラン。長いストライドで交代しております。挑戦者のソウル・デュラン、チャンピオンが追っていきます。左のストレート、具志堅さん、はい、この挑戦者は回復力もなかなかいいですね。そうですね、やっぱりまた試合の経験ですか、キャリアがやっぱりありますからね。そうですね、アマチュアでも40センチ近いキャリアがあります。いいパンチ打ってますよ挑戦者は。今日の挑戦者のソウル・デュラン、ワンツーね、ワンツースリーとね、うまく打ってますよ。両者とも白井さん、それとクリーンファイターですから、クリンチの少ないいいファイトになってますね。本当にいいファイトです。見ていても気持ちのいいファイトです。内面のいいね。そうです、そうです、本当に好試合ですよ。畠山貴教は言います、暗い不景気を吹き飛ばすようなスカッとした試合ができれば最高ですし、見てくれた人たちが明日からまた頑張ろうと思ってくれるような試合をしたいんですと言っております。王者の証明なるか、日本唯一の世界チャンピオン畠山貴教。試合が後半に入って第8ラウンドの1分10秒過ぎ、左のストレートを2発出しました。おっと、今度はトリッキーなスタイから今度は右のストレート、ジュランがね、左の側が下がってるでしょ、はいはい、あそこうまくあのフックでカウンターしたいですね。序盤にはなかったあの左の、ね、ガードの下がりですね、はい、あそこでね、あのクローズね。つまり具志堅さん、はい、それだけ疲れてきたということになりますか。そうですね、今はもう一番疲れるラウンドなんですよね。あ、7ラウンド8ラウンドね、はい、はい、それとまた挑戦者の作戦が変わったかもしれないしね。アウトボクシングに変えたのか、うん、そうですね、ずいぶん足を使い始めましたね、このラウンドのゴング直後からね、うん、それとね、ある意味ではね、あの下げてるってことはね、フリッカージャブね、はいはい、フリッカージャブを使うために下げているのかわかんないですね、はい、細かい小さなジャブです。左のストレートを小さくついております。右のロングフック、その後は右のストレート、このストレートは怖いんです。右のフック、チャンピオン右のフック、その後は左のフックを食いました。ニューラルコーナーにまたチャンピオンが追っていこうというところ、左のストレートの打ち合いです。右のフック、右のフックです。左のストレートをフリッカージャブのようなここでポンポンと出しております。挑戦者のソウル・デュラン。さあ、ニュータルコーナー横んで左のストレート。でもね、こうやって言いますとね、やっぱりあのチャンピオンのね、畠
畠山の方がねアグレッシブね、これは取ってますね、はい、もう遥かに取ってますね、これは、チェ・ヨンソの試合は自分のボクシングができなかった、ストレスも随分溜まっているんですと畠山は言います。今日はそういった意味からいきますと完全にストレートを後半は狙ってくるでありましょう。新しいチャンピオンの畠山貴教です。前回の去年の9月5日のそうだったんですが、右の目の下がちょっと腫れ始めています。これはもうもしかすると畠山の癖になっているのかもしれません。左の肩から入りました。これがこの試合にかける新しい作戦の一つ。左の肩から入ったチャンピオン、ニュートラルコーナーにまたまた相手を追い込んでいます。この相手を追い込むというシーンも非常に多くなっています。第8ラウンドが終わりました。迎えました指定後、左側が去年の最優秀トレーナーエディ・タウンゼント賞も受賞しましたリュウ・ワリュウさんです。3人の世界チャンピオンを使っております。カップマンは高橋さんです。右側が関光則会長です。石川さん、はい、ちょっと気になるんですが、畠山選手は鼻血がちょっと出始めましたね。あ、そうですか。あまり癖はなかったんですが、今回メキシカンとのスパーリングでちょっと痛めたところも鼻の中にあったようで、3ラウンドぐらいから少しずつ鼻血は出ています。息はできるということです。はい、1月の初旬から一月ほど加納山の合宿所でメキシコのパートナー2人と激しいスパーリングをこなしておりました。右復興したりまでや。そして今回はパワーをつけようということで加納山のゴルフ場を借りまして、アップダウンの非常にきついところをランニングしておりました。ウェイトトレーニングもこれまで以上に積み重ねておりました。チャンピオンの畠山、石川さん、はい、土井さん、ソウルデュランも畠山と同じように鼻血を出しました。そうですね、うっすらと赤くなってますね。はい、止血作業は行いましたが大したことはないということです。それから作戦面に関しては先ほどまでと変わりません。左を出して左へ回って距離を取れ、近づいていったらすぐ離れるんだ、このような指示を出しています。はい、このラウンドチャンピオンもパンチ一発一発に力が入り出しました。そろそろ倒してもいいからという感じでチャンピオンが出ていくんでしょうか。左ですか、右ですか、右ですか、その後左に反るのビューストレートを食いました。左の服、右の服が入ったのが良かったんですが、その後は白井さんが一番心配していた右のストレートをひたたか噴出されましたチャンピオンの畠山です。畠山も左のガードをきちっとしておかないとね、今のような右のストレートね打たれますからね。そうですね、今日は第2ラウンドに左のストレートを食いまして非常にタイミングのいいパンチだったんですが、畠山はプロ生活2回目のダウンを喫しております。チャンピオンが追っていきます。今日は終始アグレッシブな姿勢でチャンピオンが追いかけていくのが印象的です。白井さん、具志堅の採点の上でもこれまで2ポイントほどチャンピオンがリードを奪っております。まだまだ勝負分かりませんよ。分かんない、分かんない、ここからが大事なんですね、最初の、はい、だからチャンピオンがね、やっぱり雑にボクシングしないっていうことですね。そうそう、しっかりしたガードで攻めてほしいですね。相手をとにかく追って追って追いまくりたい、そしてもうポイストを2度やっても絶対勝てないという強さを見せてやりたいんだとチャンピオンの畠山は言っておりますが、ロープには詰まるんですが打たれ強いソウルデュラン、よく耐えています。頭をつけての打ち合いです。肩で押していこうというところ、左のフックダブル挑戦者、その後は左右のワン・ツー・スリー、これはナイスコンビネーションです。挑戦者チャンピオンは左のフックを出したんですが、これは軽いだけで返されました。サウスポータイになりましてパンチを2発出しました。このラウンドのソウルデュラン、珍しく白井さんサウスポースタイルにスイッチしました ね、 ね、しかしね、表情がねちょっと疲れたようなね感じですね。ライターパー挑戦者、日本と疲れたような感じですよ。あ、左のフック、チャンピオンの左のフックが入りました。ちょっと伸び伸びました挑戦者、さあロープに追い込んで仕留めることができるかどうか畠山貴教、連打を浴びせたいところですが、挑戦者が疲れているということはチャンピオンもやはり疲れもあるんでしょう。チャンピオンがちょっと顔全体がガーンと後ろに下がりまして、いい右のロングフックを受けたところでお客さんがドーッと沸きました。そして第9ラウンドが終了です。残された時間はあと両者9分間です。終盤の左のフック、挑戦者が伸びてるところ、これはうまくパーリングでかわされましたが、あの左のフックは効いておりました。自らもボクシングのライセンスを持ちますマネージャーの片岡鶴太郎さんも左上にご覧いただけました。終盤です、第10ラウンド、ここで一つ山を作ってほしいですね。そうですね、はい、プロのボクサーはとにかくお客さんに喜んでもらわなければいけない。いくら強い強いと言われてもお客さんが沸かなければいけない。
プロはやはりお客さんが第一なんですと畠山貴教は言います。辰吉さんのボクシングが面白いでしょ、一般のファンも面白い、僕らも面白い、なぜならば打ち合うからですよと畠山は言います。ライタッパーの打ち合いです。これはホールド、挑戦者がチャンピオンの右手を完全にホールドしております。ホールドの注意、あワンポイント減点です。これはチャンピオンにとっては非常に有利な挑戦者の減点です。いやこの、ね、減点は痛いですね。今は完全にもうホールドしてるのが放送席からもはっきりと分かりました。ライトアップは挑戦者、チャンピオンが攻めていきます。チャンピオンが攻めていく、右のフックボディ、チャンピオンはここでどういうパンチを出すんでしょうか。ショートレンジの打ち合い、時代のストレート、挑戦者リングの中に戻ります。両者画面の右側がチャンピオンの畠山貴教、左側が挑戦者のソウル・デュラン。両者の鼻血はそれほど大したことはありません。マーレマーレというのはリュウ・ワリュートレーナー、鼻血が出るとですね、呼吸するのが、ね、苦しいんですよ。そして口が開いちゃうんですよ。なるほど、危ないんですよ。はい、はい、あバッティング、バッティングですよ今はということで、レフリー畠山が注意を促しました。ライトアッパーチャンピオン、その後は左のショートフックです。右のロングフックは挑戦者のソウル・デュラン。おお右のボディーブロー2発、さあ左フック、これはナイスコンビネーション、畠山貴教。またローブローがありました。しかしそこにワントゥーを持っていきます。挑戦者チャンピオン右のフック、チャンピオンの右のフックが小さくヒットしております。右足後ろ、両足を揃えるなというリュウ・ワリュートレーナーの声です。ライトアッパー入りました。チャンピオンが左右のフックを出すところ、挑戦者は今度は左のフックを打っています。アッパーボディという声に応えるようにチャンピオンが打ちました。挑戦者がロープにこうやって詰まるシーンが今日は非常に多い。白井さんが途中でおっしゃったように、今日は常にチャンピオンの畠山がロープに相手を詰めています。残り時間、このラウンド10ラウンド24秒ほど。石川さん、はい、どうぞ。青コーナー1ポイント減点されたことで指示が変わりました。先ほどまでから離れると変わりまして、打て打て、とにかく KO を狙いという感じに変わっています。なるほど、という青コーナーからのリポートでした。このラウンド非常にボディーブローが多い両者、左のストレートは脱臼でかわしました。具志堅さん、疲れ方を言いますといくらか挑戦者の方がこのラウンドはっきり疲れているのが分かりますね。やはり打たれましたね、はい、このラウンド。そうですね、終盤の第10ラウンド、白井さんは10対9とワンポイントチャンピオンがリードということを示しております。ホールディングによりまして1点減点で、ご覧のようにこれから迎えるラウンドは11ラウンドの3分間です。攻めて攻めて攻めまくる、とにかくそういう試合がしたいんですとチャンピオンは言います。前の試合の時よりも上手くなった、成長したと龍先生も言ってくれるし、自分でも思いますと畠山は言っております。メキシコの選手は過去一度だけ対戦しております。独特のリズムがあってパンチを当てる感がいいんです、メキシコの選手はと畠山は言います。さあ11ラウンドチャンピオンがどのようにで、チャレンジャーがどのようなパンチを打ってくるんでしょうか。離れ際、右の服を顔面に持っていきましたチャンピオンです。おお、ボディーブローから、連打もいいですね。そしてその後はボディーブロー、挑戦者。挑戦者も、ソウル・デュランも勝負に行きましたね。そして今、赤いから突っ込んでいきましたね。バッティングの注意を挑戦者に与えましたレフリーです。両者の地で白いチャンピオンのトランクスがちょっと赤く染まり始めていますが、鼻毛は右の服を切りました。おっとチャンピオンが一発でパンチを振った、チャンピオンがちょっとクリーンヒットをされています。デュランのね、あの連打が効いてきたんですね。そうですね、はい、右のフックから左のフック、挑戦者の左右のフックです。ロープに詰まったんですがパンチはよく出ます。この辺がいかにもメキシコのボクサーらしいところです。挑戦者のソウル・デュラン、ライトアッパー2発、その後は花火は左のフックは絡みです。挑戦者のソウル・デュラン、サウスポースタイにスイッチをして左のストレートを打っていきました。右のストレートがこれだけ当たらないのはおかしいというようなところで左にスイッチをしたんでしょうか。このソウル・デュランがスイッチをするのは非常に珍しいことです。ライトアッパーを多く空を切った、その後は左のフックダブルで持っていきました。挑戦者、具志堅さん、挑戦者の空振りがちょっとこのラウンドは目立ちますが、はいね、もう疲れてますからね、この11ラウンドに来てですね。そうですね、
かし白井さん、挑戦者がいきなり放つ右のボディーブローってのは後々効かなければいいんですかね。だんだん効いてきますよ、でね、さっきあの挑戦者が疲れたと言ったんですけど、僕はねこの回はね挑戦者の方がね両に構成ですよ。あ、そうですか、さあそのポイントを取り返そうと言ってチャンピオンが攻めていきますが、今チャンピオンがね攻めてくれ、いいでしょ。画面の上角のように挑戦者の放ちがだいぶ激しくなりました。ライトアッパー挑戦者、その後は左のがボディーブローだったんですが、ちょっとこれは低すぎました。これはローブローだよということでチャンピオンがちょっと休んでいます。これは当然です。ボディーブローで減点、ローブローボディーブローが低すぎたということで減点です。この試合2回目の減点が挑戦者に与えられました。これはタイトルを奪おうという挑戦者にとってはちょっと痛い減点。さあその減点を取り戻そうと言って挑戦者が出ていきます。ソウルグラインが出ていきます。左右のストレート、これに応えるようにチャンピオンがライトアッパーで応酬。右のストレート、得意の右のストレート、左のフック、もう血まみれになりながら挑戦者がチャンピオンを追いかけます。第11ラウンドロスタイムがありまして、ちょっと3分オーバーしたんですが、ここで終了しております。さあ残されたラウンドはあと最終12ラウンドの3分間だけになりました。ただいまのラウンド、青コーナー、デュラン選手。縦にはナックアウトで僕が勝ちますと言っていたんですが、ボクシングでナックアウトというのはそうそうできるもんではありません。しかも難しい反応防衛戦、チャンピオンわずかにリードを割って残り3分間180秒間が始まります。画面背中がチャンピオン、おー右のストレート、チャンピオンの右のストレートグラグラっときました。挑戦者のソウルデュラン、ソウルデュランが1メートルぐらい後退しました。しかしここで攻めなければもうチャンピオンベルトは奪えない、ラストチャンスだというソウルデュラン、懸命にパンチで応酬しています。ライトストレートを2回突きました。右のロングストーボディ、左右のストレート、左右のフックを打ちましたチャンピオン。右のストレートは挑戦者、ライトアッパーを放ちましたチャンピオンの畠山。相手がクリンチに来ようというところ、肩でこれを突き放そうというチャンピオンです。しかし1ラウンドからいい試合してますね。そうですね、こんないい試合はもうあっという間に最終ラウンドに来ます ね、 本当に実況生中継でお送りしておりますが、テレビをご覧の北海道から沖縄までの皆さんも具志堅さんと同じ気持ちで今日はご覧いただけたんじゃないかと思います。ただ2ラウンドのねダウンが心配されましたけどね、はい、本当に挽回して、よくねポイント稼ぎましたね。試合の途中でも申し上げましたが、クリンチの少ないクリーンファイトです。右のフック、やっぱりあの畠山というのはね相当なのファイティングスプリットがあるんですよね。そうですね、あのダウンをねもう本当にもう跳ね返したんですよね。それと今の若者にない根性っていうのはファイティングスピリットを持ってますよね。そうですね、左側がチャンピオンです。挑戦者左のフック、その後は右のロングフックをボディに持っていきました。両者のパンチがぶつかり合いました。頭からまたドーンと入っていきましたチャンピオンです。さあロープに相手を追い込んでライトアッパー入りました。チャンピオンの畠山貴則、レフリーが両者を割って中に入っていったんですが、レフリーのワイシャツはもう右半分がかなり来て真っ赤になっています。ライトアッパー挑戦者、チャンピオンは左右のフックでこれに応えます。右のストレート、離れ際チャンピオンの右のストレート、ポーンと鼻血が飛んでおります。挑戦者のソウルディナ、最終ラウンドもう残り1分を切っております。左のストレート、右のストレート、大タッパー、挑戦者のいいパンチが入りましたが、チャンピオンはほとんど動じません。ハランは疲れたんですね、もうやっぱりスピードがちょっと落ちましたよね。そうですか、疲れから来るんですね。チャンピオンの右のストレート、またまたロープに詰まりました。もうリングゼネラルシップ主導権という点では終始チャンピオンが相手を押しまくっています。そう、それとアグレッシブですね。そうですね、チャンピオンがこの試合終始攻めまくっております。離れ際右のストレートを押しました。挑戦者のソウルデュラン、ソウルデュランはもうバックアウトを狙ってきています。ソウルデュランが KO を狙っております。ライトアッパー、挑戦者のライトアッパー、チャンピオンがまた体を押していきます。デュランにすればね最後のチャンスとこれやってるんですね。そうですね、さあ残り時間はもうあと10秒、チャンピオン攻める、挑戦者これに応える、チャンピオンが攻めていきます。ライトアッパー左のフック、右のフック、チャンピオンが攻める、チャンピオンが攻める、場内が大きな声援で沸いた。ここで試合が終わりました。 WBA 世界スーパーフェザー級のタイトルマッチ、日本ただ一人の世界チャンピオン畠山貴則の初めての防衛戦は判定です。
具志堅さん、判定ということになりますと、はい、ダウンはあったんですが、はい、畠山がわずかに優位でしょうね。そうですね、はい、4ポイントぐらい差がつきま、ついたんじゃない。あ、そうですか、ついたかなという感じしますね。はい、10、11の減点、うん、それもやっぱ大きいですね。そうですね、はい、白井さんの採点ではやっぱり、私はね、畠山が失ったラウンドが 4ポイントですね、はい、4ラウンド、はい、でジュランの失ったのが9ラウンド。あ、そうですか。それとやっぱり防衛ですね。さあ、まもなく集計が終わりまして採点の発表があると思いますが、試合の途中でも申し上げました、レフリーのオーストラリアのドレック・ミルハムのワイシャツは血で染まっております。激しい打ち合いが第1ラウンドから最終ラウンドまでありました。さあ、初めてのタイトル防衛戦、畠山貴教、どういう判定が下るんでありましょうか。固唾を飲んで場内毎日近いお客さんが見守っています。リング上、そしてそのリング上をたくさんのカメラマンが取り囲んでおります。赤コーナーに戻りましたチャンピオン、そして青コーナーに戻りました挑戦者。さあ、リングアナウンサーによってまもなく採点の発表です。ただいまの採点をお知らせいたします。ジャッジ、ラデリア113対113、引き分け。引き分け、1人が引き分け。ジャッジ、エステラ116対113、デュラン、うん、ジャッジ、ダバット114対111、畠山。キラーさん、ジャッジ、畠山初防衛です。引き分けで初の防衛です。非常に苦しい試合でした。そして第2ラウンドはダウンを喫しましたが、畠山は防衛者最良の引き分けで初めてのタイトル防衛に成功しました。いや、しかし白井さん、はい、チャンピオンになって何にもいいことはないですよと畠山が言っていたんですが、私は、いや、チャンピオンの優位なのはたとえ引き分けでも防衛じゃないか、君だってそれに泣いたじゃないかということを言ったんですが、ありましたね、前にね、泣きましたよ、しかし具志堅さん、際どい判定ということになりましたね。びっくりしましたね。ミランドのダウンが響いてるのかなって思いましたね。そうかもしれませんね。まあ、それにしましても白井さん、はい、まあ、終始第1ラウンドから打ち合うという素晴らしい試合でしたね。本当試合そのものはね、非常にね、いい試合だったんですね。そうですね、今日のお客さんはね、もう満喫したんじゃないですかね。はい、まだ23歳、肉体的にも精神的にも発展途上といえるこの畠山にとって、今日の初防衛戦は単なる通過点かもしれません。そして今日のこの勝利は日本のボクシング史上に残る名チャンピオンへの第一歩となったことは間違いないでしょう。解説は白井義雄さんと具志堅用高さん、ありがとうございました。ありがとうございました。実況担当は TBS の石川明でした。